津別町役場戸籍年金係で働く松田さんが、実は私車椅子カーリングの選手なんです。今年3月に行われる2023年車椅子カーリング世界選手権に出場。津別町生まれ津別町育ちの松田さんが世界に挑戦します。さらに津別町で行われた冬季町民スポーツイベントも、北海道じゃないとできない体験ですから、冬でも熱い町民が盛りだくさん。皆さんこんにちは、住民企画課の水野です。上原です。上原さん、この度なんと役場戸籍年金係で働いている松田さんが車椅子カーリングの世界大会に挑戦するそうなんです。神奈川まで行って挑戦するんですよね。そうなんです。同じ職員として頑張ってほしいですよね。はい、早速行ってみましょう。はい、こんにちは。戸籍年金係の松田さんです。働いてもうすぐで2年になり、周りの皆さんに助けていただいて、はい、少しずつ慣れてきました。少しでも来ていただいた人に分かりやすい対応できるように心がけています。松田さんはなぜ役場職員に？小さい頃からいろいろ車椅子だったのもあって、皆さんに支えていただいてた部分が多かったので、まあ、大人になった時には皆さんの役に立てる仕事に就きたいなっていうところだったので、町の人に信頼される職員になりたいなっていう思いは。仕事も頑張る松田さんですが、これはパラリンピックなので、そちらに出れるような活躍をしていければなと思います。実は私車椅子カーリングの選手なんです。こちらは北見市にあるアルゴグラフィックス北見カーリングホール。松田さんが所属するキットカーリングクラブチェア部が練習をしています。車椅子カーリングではデリバリースティックと呼ばれる道具を使ってストーンを投げていきます。やっぱり直接手で投げてるわけではなく、このデリバリースティックっていうものを使って投げているので、ちょっとしたズレでそのショットが大きくずれてしまうので、そこが難しいところ。また通常のカーリングとは違い、スイープは禁止されているため投げる技術が求められます。松田さんのポジションはリード。ストーンを一番最初に投げる役割で、ゲームの流れを左右する大切なポジションです。その気持ちの持ちようによってもショットに影響してしまうので、常に平常心でっていうところはありますけど。松田さんは毎週北見市まで通って練習をしています。で、終わりは10時です。はい、大変ですけど、なんかもうそれが学生時代の時からの流れなので、まあこんなもんだろうなっていう。そんな松田さんがカーリングをやり始めたきっかけは、心の旧カーリングホールのところで最初チームの人に誘われて練習を始めてっていうところからきっかけで、たまたまいいところにショットが決まったので、うまいねとかって言われて、ちょっとそれが嬉しくて やろうかなっていう。松田さんたちの練習の様子をじっと見つめる男性の姿が。車椅子カーリング協会の持田さんです。車椅子カーリングの世界選手権日本代表の出場っていうのは今回実は15年ぶり、もう久しぶりどころか本当に初出場に近いぐらいの感覚ですけどね。私たちは上位国に入ると、ポイントがもらえることになってまして、そのポイントを貯めていくと26年パラリンピックに出場できる、そのきっかけとなる最初の大会なんですよね。今回の世界大会は夢のパラリンピックへの道がかかった大切な大会です。いただいたチャンスなので、
ちょっと楽しみつつ、まあ、結果を残していきたいっていう気持ちで取り組んでるので、負けることだけはしたくないけど。そうですね、負けづらいですね。チームメイトとは10年以上の付き合い、柏原選手です。自分の娘ぐらいな年な離れてるんですけども、うまくコミュニケーション取りながらねやってくれてるんで、頼もしいリードです。はい、一つ一つ大事に戦って結果が出ればいいかなと。坂田谷選手です。同級生の子供で、子供みたいなもんなんだけど、小学校の時からうちらに混ざってずっとやってるから、もうほぼタメ口のような、一回も勝ったことない国もたくさんあるし、本当に一つでも上の順位というか、一勝でも多くして3年間継続して残れると、あの次のイタリアが見えてくるんで、まず残ることが。松田さんにとってカーリングとは、いろんな景色っていうか世界を見させてくれるものだなと思ってます。はい、カーリングでやらなければそんないろんなところにも行かないですよ。ましてや世界なんか一環だったと思うので。チームで世界大会に挑みます。カナダ行きの1週間前、松田さんは佐藤町長に出発を報告しました。すごく大きなあのニュースだから頑張ってきてね。はい、ありがとうございます。いや嬉しいですね、すごい嬉しいですね。しかもあの世界大会ですからね、経験をいっぱい積んでですね、あのいつかはやっぱり金メダルを取るようにですね頑張ってほしいなと思いますね。日の丸を胸に津別町から世界へ、松田さんの挑戦が始まります。上原さん、いかがでしたか。普段は役場でこうして私たちと一緒に働いている人が世界大会に出場して世界で活躍している人がいるっていうことが本当に誇りだなって思いました。津別という小さい町ですけど、そこから世界大会に向けてあの世界で戦っている選手がいるっていうのがすごいですし、これからもっともっとそういう人たちが増えていけばいいなというのは思いました。今年の冬も町民の健康促進と楽しみのために冬季町民スポーツスケートイベントが行われました。第46回冬季町民スポーツということで、今日はスケートのイベントになっております。冬のスポーツに親しんでもらおうということで、昔はスケート記録会だとかいう催し物だったんですけども、まあ、もっと身近に触れ合っていただくということでスケートイベントということで開催をしています。いっぱい参加してもらって、今日は美幌町から元オリンピック選手の藤村翔子さんにもお越しいただいて、スケートのまコツを教えてもらってやってますので、子どもたちも楽しく滑っているのかなと思います。子どもたちと一緒に、あとですね、大人の方と一緒にリレーやるということで、すごく毎年楽しみなイベントだったので、子どもたちとスケートやることができてすごく楽しかったです。冬の短い間のスポーツですけども、町民の皆さんにですね楽しんでもらえたらなというふうに、まあ、今後も続けていきたいなと思ってます。そしてこちらは津別ファミリースキー場で行われたスキーイベント。オリンピックで出場した川端恵美さんを招きしてレッスンと、あとその成果を発表するようなイメージでレースをやって、レクレーションやってっていうような、スキー滑る人も滑らない人も楽しめる雪の中で遊ぶようなイベントになっております。スケートとスキーと、同じシリーズで冬季のスポーツということでやっているんですけど、46回を迎えました。やっぱ楽しいので、北海道じゃないとできない体験ですから、こういうことをどんどんやってほしいなと思っています。どうもありがとうございました。はい、拍手。楽しかったですね、子どもたちも喜んでくれたんで。はい、まあね、大人になっていくと、まあ、つぶつを離れる
思うかもしれませんけれども、やはりこういう昔楽しかったなということを思い出してね、またこう帰ってきてほしいなというふうに思いますね。はい、スポーツができればいろいろ人との付き合いもねできるようになると思うし、そういう大人になってほしいなというふうに思います。元オリンピック選手の川端恵美さんが指導を行いました。21年目です。まあ、私自身も雪かきとか吹雪の日ってすごい嫌だなと思うんですけど、でもその雪があるからこうスキーもできるし、まあ、スノーの遊びもできるので、やっぱりこの四季がある北海道の雪を楽しんでほしいなと思ってるので、まあ、今日も子どもたちの笑顔がすごい楽しかったです。やっぱりこの津別って町は公民館でいろんな関わりで町の人たちが学校以外の時の子どもたちを見てる場があるので、そういう情報を持って外から教えに来るのでね、すごく子どもたちを見やすいですよね、指導しやすいというか。子どもたちと津別町の冬を満喫しました。町中再生事業大通り幸町地区コミュニティ施設の完成に向け住民説明会が行われました。この模様は道東テレビの YouTube チャンネルでも配信されました。5月に開業予定です。この番組は津別町がお送りいたしました。では皆さん、また次回元気にお会いしましょう。さようなら。せーの、津別。